フランク・オトフリート・ユリー・ビュルテンベルク福音主義宗教会監督。フランク・オトフリート・ユリーは、ドイツの福音主義の牧師、ビュルテンベルク福音主義宗教会監督である。チュービンゲン大学福音主義進学部とウィーン、大学福音主義進学部に1975から1980年まで在籍した後、フランク・オトフリート・ユリーは、 ハイデルベルク大学福音主義進学部の学術助手に就任した。1987年にビュルテンベルク福音主義宗教会の監督事務局指導職を引き受けた。1996年から2005年までシュベービッシュ春福音主義社会奉仕事業の指導牧師験主事に奉職した。2005年3月10日に行われたビュルテンベルク。 福音主義宗教会での監督選挙に際して、フランク・オトフリート・ユリーは、第1回投票において、宗教会監督に選出された。2005年7月23日、シュトゥットガルトにある、シティフト教会において、ゲールハルト・マイヤーの公認として、宗教会監督に就任した。以前の宗教会監督所認識とは異なって、前任の監督、テオゾルグ・エバーハルト・レンツ、 ゲールハルト・マイヤーラがただ証人として職務を果たした。2010年夏総会に際して監督職が普遍的な職務であることが議論の項目になるように彼は気を配った。フランク・オトフリーとユリーは既婚者で3人の子供がいる。2008年7月16日、フランク・オトフリーとユリーに中便元大学福音主義進学部から名誉博士号が授与された。同時に 福音主義進学部のレベル維持に対する彼の参与が強化された結果でもあった。進学部での研究と教授活動、並びに教会指導と学問的進学の結びつきを維持することへの努力が宗教会監督の下で行われていた。2010年5月8日、バーデンビュルテンベルク州のステファン・マップス首相によって、バーデンビュルテンベルク州功労勲章が与えられた。 フランク・オトフリーとユリーは、欧州協会会議、コンフレンツイロッピシャ・カーチェンの中央委員会のメンバーであり、福音派集会プロクリストの評議委員会員でもある。プロクリストは、大衆電動組織、CVJM に関係している。2010年7月、フランク・オトフリーとユリーはルター派世界連盟の7人にいる、副議長の一人に選ばれた。エアンドクトロワード・アン・ランデス・ビー・シャーフ・フランク。 トフリードジュライバーライヘンアウフエルク、ウーデ、アブジェローハン AM12MRZ2009 クロトリアムプロクリスト EV アーカイブド2010年7月3日アットザウェイバックマシンエップドビショーフジュライツムビザプロスイデントンデルザースケンウェルバンズグイアルトありがとうございます